こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日は各属性のね、無課金縛りアカウントがあるんですけど、火水木光闇5つの属性のランクメモリアルガチャを引いていきたいと思います。はい、ちょっともう編集大変になるんですけど、メンテだったんで、もう0次元の動画ね、今日ずっと撮っててね。はい、メール行きましょう。まず柴犬丸からですね、ちょっと記録をすべて受け取りましょうか。あれ、はい、チュートリアルクリアルおめでとう。はい、で感謝祭2022年メダル受け取って、魔法石も受け取って、はい、じゃあ柴犬丸ランク150メモリアルガチャいきます。ボックスなきゃあるかな、 なるべく非属性でお願いします。はい、早速ね、期待を裏切ってくるっていうね。はい、ランク250メモリアルガチャですね。あ、そうそう、スーパーゴッドフェスもあるんですよね、無料の。アンタリスとか欲しいな。あー、元フェスゲン、ありがとうございます。さあ、500はね、もう何でもいいかな。まあまあまあ、ナポレオン持ってるしね。はい、非属性縛りなのに火が何も出えへん。さあ、ここら辺からですね、ここら辺からですね。はい、ランク700メモリアルガチャ。はい、お、止まった。ってことはここ多いんでね、神結びやった。はい、フェスゲン、これフェスゲン出ないことありますよね、ランク700って。はい、ここは確定か。これちょっと早いんでスキップしますね。ファーガン、いや、ファーガンの武器ね、めちゃくちゃ欲しかったんですよね。もう一体めちゃくちゃ欲しかったんで、これありっすね。はい、ランク900。いやーね、サバーかね、どれか1個ランク1000にしたかったんですけどね、ちょっとね、もう野球が忙しくてね。はいね、ありがとうございます。いやー、これも武器嬉しいですね、普通に。うん。はい、じゃあ、開催記念、大感謝祭スーパーゴトです。いいで、このアカウントは終わりたいと思います。22個あるけどね、このタイミングで引くべきではないのかなと思ってます。おー、動いたからびっくりした。はい、まあ、メダルもあるしね。はい、じゃあこのアカウントは、結果は、はい、こんな感じでございましたね。はい、それでは次、水属性初公開アカウントいっちゃいたいと思います。はい、水属性アカウントでございます。その名も、まあ、デブさんっていう名前なんですけどね。はい、あんまりよろしくないのかな、こういうの。はい、デブさん、行っていきたいと思います。デブさんはね、ランク619でね、まあ、リーダーもね、こんな感じで、パーティーもこんな感じで組んでます。まだまだね、クリアしてないダンジョンもあって、一番やり込めてないアカウントですね。はい。じゃあ、150から引いていきましょう。おっと。いや、これで全然ね、あ、ネプチューンは嬉しいな。でも、4体も持ってるか。250ガチャサクサクいきましょう。もういや、いっぱい持っとるな。はい、そっちでアンタレスてるんかい、そっちでアンタレスてるんかい。いやいや、まあまあ、もうこれもね、面白いことですね。アカウント、メインアカウントも含めて6つ持ってると、そっちで出るんかいっていうキャラがね。はい、デブさん、ラスです。あ、なんかいろいろ届いてましたね、あのバッチとかが。はい。あー、フェスゲンじゃないんかい。超転生出てくんの？これもリニューアルされたん？へー。はい、それでは、次は、貴族性の、ゆうちゃん、行きたいと思います。はい、無課金貴族性縛り、ゆうちゃんです。なんてっけ、アルジキティか。アルジキティは交換しました。はい。これもね、0次元いける可能性あるんですけどね、なんせパズル力が追いついてないという状況でございます。はい。じゃあ、ランク100、150から。はい。い
やでダイヤ出んな。あ、プレイヤーか。これはまあ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 、まあ、1体しか持ってないんでね、武器か早よって感じですね。はい、50さあ、ダイヤ出んね。ここら辺から全然ズオーやったっけ。ズオーですね。ズオーはね結構武器がね強かったりもするんで。はい、500はね、ロビット持ってなかったかな、持ったかな。いや、まあ、いいか。はい、シーン。ことごとくね、その属性のキャラが出ないっていうね。はい、ランク700。いきましょう。はい。お、止まった。おー、上杉は嬉しいぞ、これ。これ嬉しいぞ。武器ね、こっち作れてなかったんですよ。いや、これは嬉しいな。これは嬉しいな。これは嬉しい。はい。じゃあ、800いきましょう。こっからね、魔女とかね。はい。武器はね、あの、貴族性じゃなくても OK なんでね。え、何やったっけ、これ。あー、え、マジで持ってない、持ってない、持ってない、持ってない。やった。イナ作れる、これ。2A の。やったー。やった。いやー、これ収穫ありですね。はい、じゃあランク900いきましょう。あ、デブさんの結果見せてなかったですね。はい。これは、まあまあ、言うてランク600なんでね。おーっしゃこれは当たりや。これは当たりや。ゼラね、あの、各形態もうちょっとで揃いそうなんですよ。貴族性アカウントだけあって。これもね、バブーゼラちゃんを作りたいし。はい。じゃあ、スーパーゴッド S、引いていきましょうか。はい。あー、まあ、無料なんてね、こんなもん。おお、オシリスかいな。いや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 、アタリアン作ってなかった、作ってなかった。いや、このアカウント当たりすぎじゃないですか、ちょっと。はい、じゃあ結果見ていきましょう。はい、結果はこんな感じですね。フレイヤ、ズオー、シーン、上杉、イナ、ゼラの帽子、オシス。はい、そんな感じでした。じゃあ次は、順番的に光属性のカワウソアカウントいきましょう。はい、無課金光属性縛りカワウソアカウントでございます。なんとね、なんとね、なんとね、このアカウントはね、あの、交換しちゃいました。はい。まあまあまあ、古くからやってたんで、交換玉はあったんで、はい、このね、極連極連を、サレニキティで回ってました。で、ランクが800台から、100くらい上がったんかな、前の動画から。でね、なんとですね、なんとですね、まあ、ご報告なんですけど、こそ引きしちゃって、イデアルシナモン当たっちゃいました。イデアルシナモン当たっちゃいました。あとは、この、ファスカキティも交換しちゃいました、なんなら。ちゃんとね、魔法石ショップ、買ってないんでね、これ。イデアルシナモンガチャ、買ってないんで、はい。これが、まあ、信じくださるとは思いますけどね。それでは、引いていきましょうか。あー、ちょっと待って、あ、これね、900なったやつ置いてたんですよ。だから900、まず900からなんですよね。サレーンで持ってほしいんですよね。おー、なるほど。なるほど。さあ、なんか900引いてから150ってのも変ですけど。はい。お、トイレ出た。おー、これは貴重な。交換の玉ですね、このアカウントからしたら。はい、250。どんどん行きましょう。これ、撮影時間何分ぐらいになってるんやろ。はいはいはい。いやー、これね、話題になりましたね、出た時。素敵やんって。はい。いや、もう実はめっちゃ眠たくてね、実はもう、今ね、16時13分なんですけど、僕、0時から起きてるんですよ。0時から起きてて、ずっとね、ゼロチャレンジ撮ったんですけど、全然武器
向にクリアできなくてね。お、700で、デスゲンが出たということ。お、ライジン。ライジンさん。はいはい。じゃあ、800。はい、メンテまでにね、どうしてもクリア動画上げたかったんですけどね、もう、クリアできなかったです。はい。アテナ、やっべえ、発言ってやし、しかも。結構やってんねんけどな、このアカウント。アテナの発言とか。いや、いいっすね、いいっすね、これはいいっすね。はい、900。行きましょう。これが2回目の900ですね。はい。おぉ、昨日はね、持ってないんすよ、このアカウント。いや、マジで当たりっすよ、ちょっとこれは。はさ、開催記念、スーパーゴッドフェス、行きましょう。またね、別途ね、スーパーゴッドフェスは動画撮ろうかなと思ってます。お、マジか、新キャラ出ちゃう？わかんかい。いやいや、でもありがたいね、ありがたいね。この武器がね、もう、ただ素材がないっていうね。パガンの武器結構作るのめんどくさいっていうね。はい、じゃあ結果見ていきましょう。はい、結果こんな感じですね。はい、極連極連か、回ってた形跡あるでしょう。はい。はい、1回目の900で、距離、まあ、もうこんな感じです。もう、キャラ名もパッと出てこないんで。はい。それでは、最後、闇属性縛り、アカウントを最近何名を変えました。チョロ、行きましょうか。はい、無課金闇属性縛り、チョロ、やってきました。はい。このアカウントもね、まあ、ランク900、900台ばっかりですね、ほとんど、アカウント。中途半端やな、1000人上げたいな、早く。さあ、ランク150メモリアルガチャから引いていきましょう。2画面同時にできたらいいんだけどなぁ。そういう技術がないんすよね。はい、ラーカ。ラーカ、なんか渋いところ来るな。武器ね、強いからね、これ、めちゃくちゃ。闇ラードラ、買いたいな。ちょっと交換しようかな。はい。ランク250。はい。サリアか。サリアはね、武器がね、結構ね、これも優秀なんですよね。はい。このチーム HP 強化2つっていうのでね、どっかで使い道あるんちゃうかなと思ってます。はい、ランク150、ランク150じゃなくて500。はい。はい、ありがとうございます。さあ、700。こっからね、こっからが熱い。こっからが熱い。デブさんはね、この熱い壁を越えれなかったデブさんって名前つけてるのに。おし、来た。あー、なんや、そっちかいな。そう、近いな。ヘスティアか。ちょっとこれ武器待ちですね。はい、ランク800メモリアルガチャ。メモリアルガチャ引いていきましょう。はい。いやー、ちょっとね、これ欲しい。何が欲しいかな？そう、そういうこと。パッと出てこへんかったけど。結構ね、これ欲しいんですよ。ゼロオーグ持ってなかったんですよ。このアカウントがね、初めてね、一番間もないんで。いやー、これはね、嬉しいっすね、普通に。普通に嬉しい。はい。じゃあ、ランク900、メモリアルガチャ引きましょう。これで、締めですね。いや、もう一個あったか、スーパーゴッドフェス。さあ、何が出てかなー。やったー。いや、マジで闇属性ばっかりや、マジで。当たりー。ベルは持ってなかった。いや、この武器作ろうかな。この武器作ろうかな。やったね。さあ、開催記念、スーパーゴッドフェス、引いていきましょう。回す。止まれ、止まれ。あー、止まらんか。え？新キャラ？いやー、イケメンくん出ましたね。これ、水ですね。水ですね。しかも武器。マジか。ちょっと。いやー、副属性ね、水にできて、76。これ、ちょっとこのアカウントで使いこなせるかな。
心配なんですけど。はい、じゃあ結果見ていきましょう。はい、チョロアカウントはこんな感じしたからね、ラーからですね。まさかね、新キャラのイケメンくんが出るとは思わなかったですね。はい、このもうついでに交換状を見てみましょうか、長老のアカウントで。それぞれの性能をね、このアカウントは、まあね、長老アカウントはね、まあこの子でしょうね、交換するとしたら。うん、武器になっても全然腐らんし。まあ、で、この貴族生のゆうちゃんのアカウントは、まあこれでしょうね。そらね。そらこれでしょうね。で、まあ、貴族生の柴犬丸は、まあ、これでしょうね。ということで。他のアカウントどうしようかな。他のアカウントどうしようかな。ちゃんと光も用意されてるんですけどね。はい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 、はい。あ、今回もね、虹メダル。一体で超転生キャラと交換できるんで、ぜひね、無料ガチャで、ちょっと被っちゃったよ、武器にもならないよってキャラがおられましたら、一体と、魔法、キャラ一体と、虹メダルね、結構貴重なんでね、最近。一枚と交換できるんで、皆さんも交換してみてください。最後にラインナップだけ見てみましょうか。はい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 。まあ、今引かなくてはいいガチャかなと思います。あの、新キャラをね、早く、使いたいっていう方は、まあ、引かれたらいいと思うんですけど、僕みたいにこう、無課金、メインアカウントですらパズパスのみぐらいの、ね、やつでやってると、いや、それ5連続の負けガチャラインナップな、こんなんあるんや。はぁ、これか。これはちょっと別に、ね、ほんとおまけ程度ですね。ほんとおまけ程度。はい。それでは、はい、これにて終わりたいと思います。最後ね、ご視聴いただきありがとうございました。皆さんも5つ引いたからね、長かったね。はい。ありがとうございました。最後までお付き合いください。ありがとうございました。お疲れ様でした。メインアカウントはね、メンバーシップさん限定で、引こうと思ってます。まあね、新演出がどんなもんかっていうのはね、さすがにね、無課金でね、石50個今持ってなかったんで、どのアカウントも、まあ、できないんですけど、メインアカウントも、ないか。そんな石。はい。はい。まあまあ、メンバーシップさん限定で、よかったらね、90円で入れるんで、皆さんもぜひ振るってご参加ください。それでは、はい。ありがとうございました。僕はちょっと風呂入って、ちょっと寝たいと思います。はい。ちょっと動画出るの遅れるかもしれないですけど、そこはご了承ください。それじゃあねー。バイバイ。ありがとう。